一人の少女が二人の男に取り囲まれ詰め寄られているところだった。話して。いや、何をやっているんだ。あなたたち、すぐにその人を解放なさい。のっそりと振り向く。何って、そりゃ聞くまでもないだろうがなあ。まあ言えないわな。お楽しみだよ。見てわかんないのか。レート上がるから言わせんな。それとも兄ちゃん、混ぜてもらいに来たか。助けて。その子を離せ。やめろクズども。んだと、生意気だな。やる気か俺。人質、わざわざ突き飛ばしたのか。相手が何なのかもわからないほどに酔っているのか。これは言っても聞きそうにないな。最中に吐きそうだな。ほろ酔いなら1ペンに、泥酔なら2ペンスってか。さあ、酔っ払いと千鳥足ダンスと行こうぜ。く、酔った勢いでという言い訳は聞きませんよ。トンファーキック。僕はこっちか。おれ。お、やりますね。酔いのせいか突き出される速度が遅い。そういうハンデか。てめえ、よくも。くそ。お、獲物出したぜ。この。おいおい、何遊んでんだ。さっさとやっちまえよ。相手は酔っ払いだ。それにナイフが相手じゃ慎重にならないと。はっ倒した頭打つそうだもんな。甘いんだよ。お前さん、相手が酔っ払ってたら刺されて死んでもいいっていうのか。そんなことは言ってない。やめろ、選択肢を出すような発言をするな。ったく、しゃあねえな。手伝ってやら。お前な。こんないいとも簡単に乗っ取られるのか。はっ、ナイフに意識を向けすぎだ。腕を押さえちまえば刺さらねえよ。胃液を吐き出しながら地面に転がった。汚ねえな。おい待て、もう十分だ。シャーロット助けて。だから甘えって言ってんだろうが。軽々しく人にナイフを向けてくるような野郎だぞ。刃物を舐めてる奴にはきちんと思い知らせてやらねえと。一理ある。必要ない、やめろ。えい、まあ、言うこと聞くんな。今はあの不敬もいるし、この辺りにしておいてやるか。アーサー、ご無事ですか。もし彼女がいなかったら、この人を殺していたのか。んだよ、助けてやっただけだろ。質問に答えろ。やれやれ、この坊やは礼すら言えねえらしいな。牛尾と虎の虎的な存在なんだろうか。やはりこいつは信用ならない。ウォルター先生の言う通りだ。こいつの言うことを聞いてはいけない。アーサー、どうしました。どこか怪我でも。ああ、いえ、僕は平気です。それよりあの子。大丈夫です、落ち着いてください。悪感は我々が成敗しましたから。だがなぜこんな路地裏に。あ、
腹部を隠すようにドレスの裾を引き下ろした。ひどい目に遭いましたね。お怪我はありませんか？どういうこと？はい、あのどうもありがとうございました。いえ、警察はこれが仕事ですから。私は刑事のシャーロットと申します。あなた、お名前は？メリル・ローズです。ではメリル、私はこれから彼らを署に連行して取り調べを行う必要があります。お、一旦離れるってことか。被害者であるあなたにもこのまま同行してもらいます。よろしいですね？はい。婦女暴行未遂。さて、アーサー・ヒューイット、不本意ではありますが一旦あなたの監視を解きます。やったぜ。ですがくれぐれも不審な行動をしないように。要はこの汚い街を練り歩いてれば必ず事件にぶち当たって、その度にシャーロットは席を外すっていうことか。もちろん。結構。では後ほど。ほら、あなたたち行きますよ。まともに歩けるんだろうか。引きずるようにして。ゴリラ。お前。俺のことか。そうだ、お前。お前は一体何者なんだ？いきなりお前呼ばわりと来たもんだ。だが、お前さんから話しかけてくるなんてな。小さくても一歩ってやつか？皮肉や。はぐらかすな。たく、お前さん、他人に対する礼儀ってもんがなってねえな。もう少し人に敬意を払えよ。人ね。だからなんだよその態度は。黙れ。幻覚相手に礼儀も何も必要ないだろう。怖い怖い。だが幻覚とはひどいことを言いやがる。幻覚ではないのか。残念ながら俺はお前の幻覚なんかじゃねえ。何？前は言いそびれたが、何者か。いいぜ、教えてやる。俺はジャック・ザ・リッパー。知ってた。ジャック・ザ・リッパーだと。それはかつてロンドン中に名を轟かせた連続殺人鬼の名前であった。アーサーはジャック・ザ・リッパーの顔を知らない。そのため目の前にいる男が本人なのかどうか判別することはできなかった。単なる幻覚あるいは妄想だと決めつけることもできた。だが相談じるためにはすでに彼は様々なことを体感しすぎていた。さっきの動きは僕の意思じゃない。足さばき、格闘、どれもだ。もしもこいつが本当に幻覚じゃないとすれば、分身っていうか一部ですよね。ジャック・ザ・リッパーの心臓を移植されたから。いや、こいつの言うことは何一つ聞くなと先生にも言われていたじゃないか。いいだろう、幻覚め。証拠を見せてみろ。証拠だ。順序はポイント来る？そうだ。お前が自分を切り裂きまだと言うのなら証拠を見せてみろ。お前がジャック・ザ・リッパーだという明確な証拠を。へえ、意外と冷静に詰めてくるじゃねえか。証拠があるって言ったらお前どうする？胸がばって開くんじゃないの？何をバカな、そんなことありえない。ところがあるんだな。これが違いました。いいだろう、特別に案内してやるぜ。案内？どこへ行くんだ？いいところだぜ。きっとお前も驚くに違いねえ。ほれほれ、行くぞ。勝手に体を動かすんじゃない。細かいこと言うなよ。ほれ、右、左。簡単に動かすんじゃない。
貧民街。ほらよ、ここだ。ここは…廃屋の中に入ってみな。そこに俺様のとっておきが隠してある。えげつねえもんが出てきそうだな。とっておき？なんだ？ははジャック・ザ・リッパーのお気に入りだ。きっと気に入ると思うぜ。ドン引きしそう。切り裂きジャックの隠れ家。よし、壁に本棚があるだろう。そこの一冊を抜いて奥に手を入れてみろ。木でできた出っ張りがあるはずだ。次はその出っ張りを上に向かってスライドさせろ。そうだ。隠し棚か。これは。なんだ、武器か。てっきりプレデターみたいな倒した相手の死体が出てくるのかと思ってた。コレクションみたいな。これで納得したか？何をだ。俺がお前の幻覚なんかじゃなく、ジャック・ザ・リッパーその人だってことだよ。もし俺がお前の幻覚なら、お前が知らないことは話せないはずだ。だが俺はお前が来たこともない廃屋に隠し棚のありかを示すことができた。これは俺という人間が実在する確かな証拠だぜ。確かにお前は僕の知らない情報を知っていた。だがそれはお前がジャック・ザ・リッパーだという証拠にはならない。ナイフとジャック・ザ・リッパーの関係は証明できないだろう。いいぞ探偵、思ったより動じねえな。俺様としてはこの愛用品が証拠なんだが、確かにな。模倣犯の可能性もある。よし、ご褒美だ探偵。この中からどれでもいい大ぶりなやつを選べ。あ、どういうことだ。お前は探偵なんて仕事をしてるくせにろくな武器を身につけてねえ。平和ボケにも程があるぜ。悪かったな。別に悪いことじゃねえ。ロンドンの治安はまずまず良好ってことだ。おそらくお前の周りはな。そこらの輩をぶちのめすだけなら素手で構わねえが、相手が武器を抜いたらこっちにも対抗策は必要だ。ならせめて威嚇に使えるナイフは必要だろ。確かに一理あるが、ここにあるナイフはどれも殺傷力の高いものばかりだ。威嚇のため？本当に大丈夫なのか。うまく乗せられてますね。これはこいつは自ら切り裂き魔だとジャック・ザ・リッパーだと名乗っているやつだ。言われるままにナイフを取るのはご信用だよ。お前さんも危ねえ目にあっただろうが。それはまあ、その時こういう獲物がありゃ状況が違っただろう。身を守るためだな。絶対選択肢出るよ。やはりナイフは凶器だ。持つべきじゃない。確かに一理ある。護身用の武器を持つべきだ。乗せられてる気がする。しょうがねえ。これ選んでバッドエンドになる可能性もある。護身用、身を守るためにか。確かに一理ある。今のどう見てもダメだったやつ。必要だろう。だが勘違いするなよ。ナイフは便利な道具でもあるが凶器だ。お前がそれを人に向けるときには覚悟がいるんだ。相手を殺傷してでも自分の考えを押し通す。
強い意志がな。絶対元警官でしょこの人。待ってくれ、護身用だろ。バカ野郎、相手がお前を殺しに来たらどうする。それこそお前の意志で抗うことになるだろう。行きたい、死にたくない、立ち向かうんだ、相手を害してでもってな。どんな状況でも相手の好きにはさせるな。そのための護身用さ。だがお前が身を守ろうとした結果相手を害したら、全ての責任はお前が背負うことになる。そこんところ忘れるんじゃねえぜ。快楽殺人者のセリフではないですね。罪を背負うってことだな。いいだろう、僕は逃げない。お、そいつはなかなかいい趣味じゃねえか。しばらく手入れしてなかった割には歯も傷んでねえようだ。うう、いいねえ、この適度な重み、安心感。やっぱ護身用の刃物くらい身につけないとな。相当重いな。一方その頃、お父さん、お母さん、遅くなってごめんなさい。厳重にかけられた鍵を外して、おお、メリル。おかえりメリル。繋がれてんのかこいつ。ひょっとしてダリルっていうのは二重人格とかそういう。お腹すいたでしょ、今急いでご飯を。待ってメリル、ご飯の前に、その、え、あ、ああ、そうね、はい、お父さん、足を出して。あ、ああ。怪我の調子はどう？少しは痛みも収まってきた？あ、ああ、そうだな。お前の看護のおかげで少しずつだが良くなっている。絶対二重人格だよこれ。ありがとうメリル。そう、よかった。また包帯を変えるときには言ってね。さあ、どうぞ召し上がれ。さあ、お祈りをしましょう。主よ、あなたの慈しみに感謝し、この食事をいただきます。ここに用意されたものを祝福し、私たちの心と体を支える糧としてください。声優さんも一人二役なんかな。こんなものしか出せなくてごめんなさい。味はどうかしら。とても美味しいわよメリル、あなたは本当にお料理が上手ね。子供に虐待を受けているのか。そう、本当だったら嬉しいけど。本当だとも、私の看護もよくしてくれて、お前は本当に優しい、よくできた娘だよ。お父さん。だからいい子だからメリル、どうかこの鎖を外してくれなあ。鋼鉄製の足かせがはめられていた。頼むメリル、こんな足かせがついていてはいつまでも傷だって治らないよなあ。
皮膚に擦れたせいでできたものだった。じゃあじっとしとれ。よい、出てくるやつが。私のもお願い、助けてちょうだい、レニール。二人が動くたびに鈍い金属音を響かせた。じっとしとれ。それは。私だって外してあげたい。でももう一人に落とされるってか。無理だよ。そんなことをしたらお兄ちゃんが。ダリルなんて放っておけばいいんだ。かわいいメリル、お前が助けてくれれば私は。お父さん。だから殴られっぱなしだったのか。お母さん。そうよ、お父さんの言う通り。ほら早く鍵を持ってきて、この鎖を外して。お願いよメリル。ダメだよ、そろそろ時間だもの。お兄ちゃんが来るから。またね。待ってくれメリル、鎖を。二重人格なのか別々なのか。お願い、行かないでちょうだいメリル。メリル。ごめんなさい。